バランスブレイカーと聞いたら何が思い浮かぶ？強すぎるキャラ、強すぎる装備、強すぎるスキルなどゲームバランスをぶっ壊す要素はいろいろあるけど、個人的に印象深いものについて語ろう。オクトパストラベラーのルーンマスタートレサ。拡散のルーンを使うことで商人のアビリティである一休み、HP、SP、状態異常回復と緊急回避物理攻撃回避の効果を全体化できる。強い。多少無理してでも取りに行くとその後の難易度が劇的に変わるやつ。ドラクエ5のカジノこもれば序盤で手に入るメタ金券みたいなの好き。パズドラの曲芸師は印象深い。急にインフレした。カニャの分身。FF タクティクス。キャラやアビリティに強弱の激しいゲームではあるけど、ライジンオルランブと三術の二点は特にヤバい。三術はまだアビリティ揃えるまでの下積みがあるが、指導は加入時点から普通に大暴れするからな。FE や暁の女神の漆黒の騎士とかラグズ王族かな。初代ポケモンのエスパー。対抗できるポケモンが実質不在だから。ドラクエ8の激辛チーズ。錬金で永遠に利益が出るからゴールドが一瞬で溜まる。サルバトレの黒キポサル。ダメだよ、みんなガチャメカでバトルしてるのに本物のマシンガン持ち出したら。プリコネのニャル。カンストダメージ叩き出しまくってゲーム内にダメージ上限と定期的なバフリセットをもたらした破壊神。ゲームやってなくても知ってるバケモン。お前さ、シュウマイに出るキャラだろ。シリーズにおける参戦回数こそ少ないが、出てくるたびに大暴れしていくやつ。コロッケの GBA 版バンカーサバイバルのリゾット。自動追尾の魂キャノンが強すぎる。ロックマン XDV のブルース EXE。環境を派手に壊したせいでティア1から久しく離れた今でもかなり嫌われている模様。調整ミスとかじゃなく、シナリオ的にも意味のあるバランスブレイカー好き。好きとか言っておきながら具体例ちょっと思いつかないけど。ゼノブレさんのアンリミテッドソード主人公限定の必殺技はそれだったな。別枠バフで多重の上山強化入ってバカみたいなダメージ出せるし、無敵もついてる。ぶっ壊れ。モノリス特有の日本刀キャラバフと、ゼノブレ特有の主人公のゲーム破壊性能が合わさった結果だからな。ワイルドアームズ2のナイトブレイザーとかがちょうどそれになるんじゃない？ストーリーでも設定でもゲーム上でもクソ強いけど、プレイすればみんな納得の強さだし。アンダーテイルのサンズとか？FF タクティクスのシドとオーランがバランスブレイカーなのは、語り部がその子孫だからひいきしてる可能性があるとかか。スパロボならこれも大概だわ。射程無限で攻撃力9999という頭おかしい武器。F 艦はまだデータ知ってる現在でのプレイじゃないと活かしきれずに暴走ゲームオーバーに怯えることになるからまだいい。好き勝手使えるようになった第3次アルファは本気でおかしい。全てのボスに入る完全な調整失敗キャラ。なお今後は青天井しか入手できない模様。許された。常時確定回心矢印ぶっ壊れだけど、執念キャラだからまだわかる。火ダメ軽減、矢印与えるダメージではなく受けるダメージが軽減。水おじはたまにいない時あるけど、こっちはマジで実装されてから全部に顔出してないか。ファイアーエンブレムヒーローズの花嫁カチュアキと、ワープで機動力を伸ばし攻撃回数も2倍にする強いスキルを味方にばらまくことができる。最近実装されるキャラが揃いも揃ってダメージカットを持ってるあたり、影響力でかかったんだろうなと。ガンダムブス、ガンダムのフリーダム。まだゲームスピードが遅かった時代にキャンセル覚醒というほぼ全てのアクションをキャンセルできる技を唯一持っていて、これにより完全一強の壊れ機体として君臨した。一機だけ別のシステムで動いていた。この差を是正するために自作以降では全ての機体で同じことができるようになった。ファミコン版 FF3 の忍者と賢者。ゲーム内の全ての武器防具を装備可能な忍者。ゲーム内の全ての魔法を習得可能な賢者。それまでに登場した全ジョブの上位互換みたいな存在。FF3 の忍者と賢者は物理と魔法色の最終形態みたいなとこであえて設定されてるよね。一応最新のリマスターであるピクセルリマスター版も頭一つ以上抜けてる性能したままだし。ピクセルリマスターは単なるリマスターでリメイクじゃないから、リメイクである DS 版だとかなり調整されてて最強ではなくなってる。ドヒン。鉄拳7のリロイ。キャラクター実装直後の公式大会でベスト8中6名がリロイを使い、優勝もリロイというひどい事態を巻き起こしたキャラ。キャラ実装から1ヶ月ほどしか経っていないため、何年も使い込んだキャラを捨てても1ヶ月リロイの練習した方が勝てると多くのプレイヤーが判断したし、実際そうなったというのがひどさを物語っている。もちろん大会直後に性能が調整された。アンヤ王国を初見でやった時に友人から絶対にスタメンに入れろと何度も念を押された。こいつなしでの攻略はもう考えられない。PSO にはネトゲな性もあるけど、バランスブレイカーしばしば出てきた。武器ならフルクワ、ガルミラ、優勢杖、ユシオン、あとに良い罪により加工修正。スマブラ X のメタナイト。あまりにも突き抜けて強すぎたせいでメタナイト使用禁止とされた大会もあったくらいヤバかった。
即死コンボを持ってたやつさえ禁止じゃなかったのにメタナイトだけ禁止という。ゲームのバランスブレーカーがコミカライズとかゲーム以外の媒体になった時に表現できないのを見ると、やっぱゲームってのは表現とかシステムが現実には追いつけないなって思う。中盤で攻撃力99の武器が手に入るというだけですでにバランス壊れてるのに、装備して攻撃すると経験値が莫大に手に入るのでキャラのレベルまで一瞬でカンストするという意味のわからん装備。カービィディスカバリーのバルフレイソード、攻撃力と半 AV 支援距離攻撃もあるし回避能力高いし、おまけに回復までできるというぶっ壊れ。最難関のボスラッシュも何も考えずにブンブン振り回してるだけでクリアできる。モンハン 3G の爆破属性、ヨダメやらのバランス調整をミスったか爆破弾自体の使い勝手がいまいちだったボウガンや、そもそも属性は二の次な体験を除くほぼ全ての武器で爆破属性が最強になってしまった。通常属性が属性値カットマスクデータ食らってたのも大きかった。J スターズのサスケ、体力は全キャラ中ワーストクラスではあるが、そこそこの火力ガードめくりステップ仮コンボ指導技のくないコンボ指導後半 M 的長い千鳥流し、上につから始まるお手軽コンボ、発動したら超必殺打つかゲージ切れるまでほぼ無敵のスサノオを唯一味方の超必殺に被せて超必殺を打てる。テストプレイしたか疑うレベルのチート性能だわ。J スターズは壊れてるキャラの方が多い気がする。ガードから割り込める昇竜持ってるイチゴと書いたし、悟空つなめだかアイゼンあたりもヤバかった記憶。ピクミンさんの絵はピクミンと羽ピクミン。羽は激から補正で岩すら凌駕する火力出すに飽き足らず、ギミックすら破壊するから全盛期紫よりも壊れてると思う。トライアングルストラテジーのメディナはステージ攻略の定石を根本から覆すレベルでバランスぶっ壊してた気がする。雑に回復薬をばらまいてるだけでも強すぎるぞ。マザー2のペンシルロケットとか無印とごと20の2種類あるけど20に至ってはラスボスすら即解ける火力をしてる。キングレオ、強すぎる能力値、異常なほど速い育成速度、作るのもめちゃくちゃ簡単と極論キングレオ3体でクリアも余裕なくらい強いモンスター。スーファミ版聖剣さんのケビン、6人しかキャラがいないのに1人だけ強すぎだろ。なんなんだあのバカげた攻撃力は。パワプロのイチロー、入学時点で全日本確定で運が良ければ MVP 取れるのは頭おかしい。この方、マジで世界が変わる。引いて入れたけど強さよくわかんなかったな。ガンオンのジオ以外に思いつかん。当たれば即死の超広範囲攻撃をダッシュゲージがある限り無限連打。しかもスリップダメージがあるとはいえ、HP は万を超えるから一体倒すのに45人は必要だった。最悪なのは52機のジオの群れが一斉に突撃してくるわけだから、一体倒しても残りの51機に文字通りずり潰される連邦ジオンの両方に実装されたから陣営格差はなかったけど、あそこにいた日々はまさに地獄だった。高原の強さの根幹を支えていると言っても過言ではない森辺のじいさんの奥技。3回加工されてなお全国大会を3連覇で完全制覇し、シリーズ最高の5回の加工を受けたぶっ壊れ。シードが強すぎたため他のシード持ちを全員巻き込んでシードの共通修正が入り、それでも街に入ったこのキャラを崩せずタイムアップで両負けが頻発したので、タイムアップの勝敗判定実装でゲームシステムそのものを変えた。その後も飛び上がり格闘や落下キャンセルの削除といった同一シリーズ中の修正では初となる異例の調整が入ったが、まだ最上位ひどいことに解禁初期はこいつをメタレル壊れキャラがいたので、なぜか両キャラ弱キャラ扱いされ発覚が遅れた。ブーヘアーでネタにされてるのってもしかしてこのアスランなの？5回のアップされてもダメージ取りがよりきつくなっただけで、最高峰の自衛というコンセプトがそのままだから結局ティア1のままなのが。スターオーシャン2のバブルローション、物理攻撃に一撃死の追加効果を付与するというアイテム、これがボスの即死耐性を貫通するせいでラスボスですら一撃粉砕できる。まあ初期版のバグ出しリメイクでは修正されたからセーフセーフ。 PS 版デスティニーの帝王転生翼、使用者が完全無敵になり、敵全体にダメージを与えるという技。要するにこれを連打してるだけでほぼ全ての戦闘に勝てる。ゼノギアス終身名誉最強キャラシタン先生。エメラダやチチュの最強化はやり込み要素があるが、この人は通常プレイでもやたら強い。何がひどいってあの性能で最初から最後まで大体 PT にいて強化イベントまであるという無法っぷり。ゼノギアスの本当のバランスブレーカー。シタン先生はいること前提で調整されてるから言われてるほどバランスブレーカーではない。確かにシタン先生はパーティ内で図抜けて強いのは事実ながら、かといって先生がいればどんな敵が相手でも楽勝ってわけじゃないからな。ゼノギアスの戦闘って結構辛いバランスだし。ビリーやエリーの壊れっぷりはもちろん、エーテルダブルがあればマリアですら白兵戦でグラビトン砲撃ってるだけで一戦級晴れるからな。リコさんはここでもコウの陶器笑いしか使える技がないんだけど、
主人公なのにゲームのバランスブレイクしちゃあかんだろ、と思った。そう言えない。天空を覚えた時点でほぼ短期無双できるのに、最強武器のラグネルを装備したら手がつけられなくなる。基本的には9999ダメージが限度の FF7 において、ただ唱えるだけで約13万ダメージを与えられるナイツ・オブ・ラウンドはまさにバランスブレイカーだった。まあ演出夏がいからな。召喚してからトイレ行く余裕あるくらいには、強すぎてラスボス第1形態戦で使用した回数分第2形態の HP が上昇する仕様だったな。パラメータ上限が20前後だったあの時代に技重速20とかいう意味のわからない補正を得られるフォルセティ。グラブルなら圧倒的水着増え。こいつを持ってるかどうかの格差がでかすぎて水着のくせにリミ枠に変更されたレベル。2回発動が実質追加効果のフェディエルを除くと SSR 唯一の追加効果なし多い。単発アビダメニッシュ。追加効果はそれぞれランダムでバフ1つと自身2のみ排水。システムの都合上、実質フレーバーなサポアビ。矢印この状態で2年前くらいまで普通に仕事があったのおかしいよ。これ1本あればヌルゲー化する。チョコ団の我慢の爪。我慢とキャンセルを配合すると最強ボスのオメガすら適当に倒せるっていうね。ほんのルブ99を打った方が早いとかは言うな。エーテルダブルもそうだが、雑に霊を2倍にするという装備やスキルは大抵ろくなことにならない。なんならば生きるとですらバランスブレーカーだと思う時がある。スーパーマリオ RPG の肥満パタコーラグッドボールがあるがどっちもアホみたいに強い。マリオ RPG ならスーパージャンパーというさらなるぶっ壊れ装備が。なお入手難度。悪魔白地のリンネのマリア。耐久以外リヒターに勝ってる。ジャンヌダルクオルタ。実装されたのは7年前だが現在でも全サーバントの中で最も ATK が高く、条件さえ整えば1部ラスボス HP100 万を1ターンで削り切るイカれた火力を出していた。以降のエネミーにブレイクゲージが実装された原因の一つだな。ちなみに現在は火力サポートが充実しているからさらに高火力を叩き出せるぞ。純粋なパワーだけじゃ突破できないギミックの敵が増えたから前よりは使われてないけど。簡単に99999ダメージ出せるザックスの捨て身パンチ。スプラトゥーンの復活時間短縮とステルスジャンプ。キルの価値が下がるだけでなくこれの対策をするために空を見上げて確認することが必要になった。まさにゲームを壊したと言ってもいいくらいの効果だった。攻撃力アップと防御力アップも TPS で確定数変えるのはやばいって。古い上にマイナーだけど大怪獣物語2の魔導士のナイフ。装備者の魔力に依存して攻撃力が上がるよくある仕様だが、魔法使いの通常攻撃がとにかく強くなる。無理に魔法を使わせなくてもボスを圧倒するほどなので気分は大魔王バーンだった。ジョジョ三部格ゲーのペットショップ。ずっと宙に浮いてるせいで攻撃を当てることすら難しいし、格ゲーなのに一人だけシューティングみたいなことしてるジョー太郎やディオなんか目じゃないくらい強すぎるから、基本的に禁止キャラ扱いだった。ペットショップは実は最強キャラではないし理論上は華経院の方が強いとされてる。ジョー太郎やディオはむしろ鳥との相性はいい方で五分五分くらいあるぞ。バグ技でありながらあまりにも有名になりすぎたために、ただでさえ簡単だった FF6 のバランスがさらにボロクソに崩壊したバニッシュです。ライザ2のローゼフラム。その爆弾は簡単で比較的低 CC の上驚くほどの威力を誇り品質999さえ確立してしまえば、複製ガマで4つの生産が容易なことと連続使用時のダメージが得意なことから貧者のバラと呼ばれ、クリアさえできればいいという初心者プレイヤーに好まれた。ライザやったことないけどマジで貧者のバラでオハーブ生えましてよ。初代世界樹の威術棒よ。連続性に耐性を得るスキルの言葉通り全ての攻撃を60カットできるぶっ壊れスキル。燃費も良く、ブーストで使えば85カットで使用できるのが回復特化キャラなのに回復不要な耐久を確保できてしまう。ギレンの野望アクシズの脅威部位に登場するドムキャノン。ジオン編でプレイするとドムを開発した時に作れるので中盤に行く前に開発できる機体なのだが設定を間違えたのか。火力が次世代レベルでお手頃コストでぶっ壊れ火力を量産できるやべえ機体。地球はこれ作ってれば制圧可能なんならそのままグリプス戦役も戦える。稲妻イレブンギャラクシーのチェーンシューター。これのせいで対戦勢からの評価を落としたぐらいには壊れているチートスキル。上部東電2の悟空とブロリー。隠しキャラだから仕方ないとはいえ明らかに頭一つ抜けて強い。オラララララい。ベスペリアの疾風剣という技。5秒間ダメージを受けなくなるというだけのシンプルな技だが、MP が許す限りいくらでも使える。5秒に1回使ってるだけで永遠に無敵。もはや語るまでもない。そんなバランスブレーカーが好き放題暴れていた環境でもなお使用率1位の座を守り抜いたレイトの守護神にして主人公であり、まだ2最前線で戦い抜いてる勇者。剣盾環境を終わらせた破壊者だしあん。
ベヨネッタの足装備にブルガーからのキルゴア中佐コンボ。FF8 の魔法メルトン。相手にダメージ体力霊守備力霊の状態異常を付与する魔法。FF8 の体力霊状態はなぜか精神魔法防御も霊になる。ステータス異常であらゆるダメージが素通りし通常攻撃ですら大ダメージを与えられるようになる。しかも体力霊を防げる敵はおらずラスボスやサボテンダーまで問答無用で神走行になる。そんな強力な魔法なら手に入るの後半でしょ。ところがどっこい最序盤に手に入るアイテム。ゲイラのカードからいくらでもメルトンが手に入ってしまうのだ。メルトンを手に入れたら全てのボス戦はまずメルトンから始まる。サガシリーズのバランスブレーカーといえばまず浮かぶのがこれ。ずっと俺のターンのゲーム版。ウルトラスーパーデラックス以降に比べてスーパーデラックスのプラズマは溜めやすいのに強い。ただ子供の頃に格闘王をクリアできた理由でもあるので、自分のオンラインゲームでもなければ選択肢の一つとしてのバランスブレーカーはむしろありではという考えの元だったりする。燃費連射性能攻撃力当てやすい攻撃範囲入手しやすい雑魚からボスまで有効な敵が多い。実際クラシックコレクションで遊んでたらもう全部こいつだけでいいんじゃないかな状態になった最強の武器。ティアリングサーガのナロン。とりあえず成長率がおかしい、そして CC5 のクラスもおかしい。まさに困った時にはナロンエースは有名。ナロンは成長率は普通かむしろ低めだぞ。経験値周りの仕様に加えて経験値2倍スキル持ちなのと CC ボーナスがイカれてるから大エースなのは確かだが、ティアリングサーガならただ強いだけのナロンよりもこっちのがチートのように思える。武器としての性能こそ平凡むしろ劣悪だけど、装備時に HP 0になると使用回数を1消費して HP 全開で復活します。控えめに言っても SRPG で存在していい能力じゃないよね。これで隠し要素とかでもなく強制加入キャラの初期装備だし、ゲームバランスというかゲームそのものを壊すカードとして禁止されてるやつ。こいつにとどめ刺されるくらいなら自らデッキを崩して反則負けになるっていう戦術が横行する原因となったカード。遊戯王には禁止カードはたくさんあるけど、こんなクソみたいな番外戦術を取らざるを得ないようなカードはこいつ以外存在しない。 FF10 のクイックトリック。パーティ全員でずっと俺のターンができるバグ技、もちろんリマスターとかで修正された。簡単な操作さえ覚えればほぼ全てのステージを最初から最後まで危なげなく突破できる。前作で同じことができるピーバネと違って普通のアイテムなので至るところで入手可能。空を飛ぶ系のパワーアップはシリーズに数あれどここまでのチート性能は唯一無二。こいつは空飛んでる時に被弾すると1回だけ飛行解除するだけで済むのもやばい。メガテン 4F のホワイトライダー。専用技ゴッドアローはボスすら即死させる。あまりにも暴れすぎたためアプデでボスは即死しないようになりました。ムジュラの仮面の鬼神リンク。お面コンプのご褒美とはいえ剣ブンブン振ってるだけでラスボスが死ぬ。配信者の初見プレイでこれ使ってしまったがためにラスボス戦がほぼ瞬殺で終わってしまったの見たことある。悪魔城シリーズでも月下のバルマンウェは屈指のバランスブレーカーよ。名曲を聴きながらラーメンお化けを買ってるだけで手に入るお手軽さも良い。結果はシールドロッドアルカードシールドという対抗馬までいるのがひどい。サムライスピリッツザンベニローム双剣とかいうバランスブレーカー対バランスブレーカーの格ゲー。竜が如く極みの虎落とし。シリーズ通して出てきてるカウンター技なんだけど、極みの虎落としはカウンターの判定がめちゃくちゃ緩いのにアホみたいに攻撃力のぶっ壊れ技。ヒートゲージ必殺技ゲージが多く溜まってると、威力が下がるという特性が一応あるもののマイナス補正がかかってなお主人公の技の中でトップクラスの威力。曲というか5曲あたりのごとくは何かしらのバランスブレーカーがあるイメージ。竜王の冴島なんてチャージ攻撃連発してるだけでボスキャラすらゴリ押しで倒せるしな。ドラクエ7のバランスブレーカーといったらこれかな。アホみたいな名前なのに異様に強い特技。今はともかく研究が進んでなかった6投撃の頃は間違いなくバランスブレーカーだったキャラ。投撃決勝で思わず悲鳴が上がったのは有名。地上でバンバン撃ち合うタイプのゲームで一人だけ空を飛べるやつが出てくると大概めちゃくちゃになりがち。思えばバトーペでグフ飛行試験型とかいう原作じゃどこに出てきたかもわからんマイナー機体が実装された時も、いろいろひどいことになった思い出。それを上回るバトーペ史上最強と呼ばれた化け物機体メタ10個とメタス10装備仕様。イカレ火力のビームガンに極めて高性能なグレイバズーカ ×2 原作どころか設定すらない後付け武装で遠距離からひたすらダメージを稼ぐ。当時は若く、気がつきませんでした。